こんにちは、長谷川さんです。今日はね、ダイアンサスの植え付けをして満開にする方法5選をね、皆さん伝えたいと思います。このダイアンサス、花言葉はですね、純愛、貞節、無邪気というね、花言葉がついています。とってもね、綺麗な花なんですよね。毎年植えてますけどね、今日は3色植えしてみようかなと思って3株用意してます。特性はね、常緑性で耐寒性が非常に強い花ですね。特徴はね、優しい草子に可憐な花を咲かせます。で、香りも魅力なんですね。今日はね、3株用意してますんで、この花ですね、ピンクですね。それからこれ何て言うんですかね、ホワイトに赤が入ってますけどね、これを3色植え付けていきたいなというふうに思います。まずね、今日植え付けの鉢はこの鉢ですね、スタンド鉢ですね。直径20センチの鉢ですね。これにまず定番の、ヒューガの中粒ですね、これを入れていきます。ですね、まあ、下が見えないぐらい入れればいいかなと思いますけどね、こんな感じですね。はい、そしてシアンの培養土ですね、炭が入っていますね。こういった炭、大きな炭ですよこれ。はい、大きな炭が入っています。はい、土が入りましたのでね、まず植え付けの際に使うマグランプってあるんですよね。こういったものをですね、混ぜて入れてます。これ白い流状タイプですね、パラパラパラと入れて、元肥ですね、元肥として使います。混ぜますね、混ぜて、はい、混ぜたらですね、ちょっと揺すって、小さい炭もたくさん入ってますね。こんなの小さいです。こんなのもたくさん入ってるんですけどね。まずどれしようかな。ピンクからいきましょうかね。ピンクのダイアンサス。はい。でまず根鉢から取ります。ね、どんな感じかな。ちょっと下がね、まあ、これはもう跳ねます。切れ替わってますからね。ここにね、虫とか病気とかいる可能性があるので、これ取ります。表面だけですよ。軽くですね、そぎ取るような感じで、あとね、ちょっともみほぐして、ドーンと植え付けますね。ドーンと植え付けます。3株ありますからね、まあどんな感じで植えるのか、まあ、これを3つはもう三角形で植えますからね。あ、結構回ってますね。ここにもこれもね、虫とか病気とかいるんで、ちょっと取ります。軽くね、なんか削ぐような感じで。そしてね、これはちょっとみっちり回ってますからね、こんな場合はね、少し切ってあげるといいですね。もう根が伸ばないですからね、ちょっと跳ねてあげる。ここだけ跳ねてあげれば根が伸びやすいんだよね。はい、ちょっともみほぐしてね、植え付けるってことですね。背が高いですから深めに入れて、そして赤のね、とても綺麗なダイアンサスですけどね、これも同じく表面を跳ねて、黄色い葉っぱ取りますね。これも回ってるんですよね。これ回ってる場合やっぱり切った方がいいですね。でないと伸びないんですよね、こんな感じで。もしちょっと跳ねてあげるとすぐ取れますから、はい。ちょっと揉みほぐしてね、揉んで植え
つけます。グッとね、はい、こんな感じかな。あとね、土をね、入れていきます。土をね、回しながら入れていく。土を回しながら入れていきます。これ葉っぱを埋めないようにちょっと跳ねながら、ということでね、植え付けの完了ということなんですけどね、この後皆さんはですね、まずごめんなさい、その前に消毒をやります。虫病気の予防ですね。虫病気は来るんですよね、やっぱりね。だから来ないように入念に消毒をしておいてください。そして皆さんはすぐね、水をあげてください。株元に優しく下から流れ出るぐらいにね、たっぷりあげてください。そしたらね、植え付けの完了ということになります。で、引き続きね、満開にする方法を5選今から伝えますから。5選、はい、5選の1つ目何かというと栽培環境なんですね。このダイアンサス、半日以上日光がよく当たるところで蒸れないように風通しの良い場所で育ててください。2つ目、水やりです。用土が乾いたら鉢底から水が流れ出るぐらいたっぷり水やりをします。ただしね、乾燥させると下葉が枯れ上がるんですよね。で、高温体質が苦手な花なので加湿に特に注意してください。梅雨時とかね、もう中に入れた方がいいですね。軒下に入れるとか、直接雨が当たらないところにね、添えてほしいなというふうに思います。3つ目、肥料です。真夏と真冬を除きね、成長期に月1回の浮き肥をするか、月3回程度液肥をあげてください。まあ1週間に1回でもいいですけどね、薄めの液肥をあげてください。4つ目、病気対策。込みすぎたり風通しが悪いと灰色カビ病やサビ病が発生するんですよ。ですから対策としてはね、花がら摘みや切り戻しをしてね、株が蒸れないようにしてほしいなというふうに思います。5つ目、害虫対策。生期間中ね、油虫が発生するんですよ。ですから見つけ次第ね、駆除してください。よろしいですか。今日はね、ダイアンサスを3株植え付けました。花咲かじいさんと一緒にね、満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントことでありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴したら花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。